はい、皆さん、こんにちは。ニーハオ、インチーです。ですね、僕、今、ちょっと実家にいて、ちょっと、本とか見てたんですよね。前買った本とかね。で、そこで、僕が、おすすめの、中国語の学習本の本。これ多分ね、中級者以上の人におすすめなんですけども、それがあったんで、皆さんにご紹介しようと思います。この本は、何ですか。東進ブックスの、朝読中国語っていうやつです。ですね、僕はね、実はね、この本の中身見たことありませんでした。本当にね、この CD の、中身の、MP3 だけ抜き取って、スマホで入れてました。で、それで、ゆっくりの速度のやつと、要は、早く読む音声2つあって、僕はね、たまに、ちょっと散歩してる時にね、早く読む方だけ、聞くぐらいに使ってました。なんでかっていうと、僕なんかもうこの本に書いてあることはもう音声だけ聞いたらもう99%以上分かっちゃうんで、時々、あれ、この単語、分かるけど、なんで書くのかなぐらいだったんで、で、今回ね、帰ってきてね、改めてちょっと開いてみたんですけども、よく考えたらね、これ、内容良かったです。こういうふうに、ちゃんと文章あって、訳語が横に載ってて、その単語も載ってて、あと、僕はね、全然中国語できるやつなんで、ゆっくりしたバージョンの方を聞くと、ちょっとね、これ個人的なもんですよ。ちょっと、僕もともとできますからね。で、ちょっとね、やっぱゆっくりすぎるなって思うんで、全然聞いたことなかったんで、ちょっとさっき初めて聞いたら、おそらくね、これね、初心者の人にはいいんじゃないかなって思って、今回改めておすすめしました。僕はね、この本ね、実家にポンと投げといて、もう本当に、中身の、MP3 だけ抜き取って、スマホに入れといて、たまに、2週間に1遍ぐらいかな、たまに散歩するときに、その速読の部分だけ一気にガーって聞いちゃうって、それで高速で喋る準備、高速で喋る練習だけして、意外とね、これだと、だからアナウンサーとかそういうレベルの練習にもいいんじゃないかなって思ったんで、時々そうやって、やっていました。で、今回ね、改めてこう、開いてみたら、内容良かったんで、ちょっと紹介しようと思います。よく見たらね、これ DVD で、これ7時間52分も、これ DVD？ あ、これ DVD、これ DVD ロムだ。知らなかった。こんなちっちゃいね、DVD のくせに。そのくせに何か、何ですか。MP3 のファイルしか入ってなかったような気がするんですけども。んで、本当、中級者以上かな。弱点はね、ちょっとここ、僕初めて見たら、ピン書いてないっていうのが弱点でしたね。もちろんね、こうやって後ろの辞書の部分に単語単語でよく見たら書いてありました。そんなんでね、でね、これ多分ね、携帯しやすいんですよ。だからちょっと、もう中国語2年ぐらいやった人には、これちょっとカバンの中に入れといてもいいんじゃないかなって思うような本でした。そんなわけでね、おすすめの、中国語の参考書の、紹介でした。これこれを機会にね、たまにはちょっと本屋行って、どの中国語の本がいいかなってちょっと検証してみようと思います。それでは皆さん、リンチーでした。再見。